中山5レース馬場入場です。中山競馬場第5レース出走各馬の登場です。メイクデビュー中山、3歳新馬、芝の 1600m、 メンバーは16頭です。1番リーリオブランコ、後ほど登場、父はリアルスティール。デビュー戦の馬体重は430kg、 鞍上は秋山敏樹、負担重量 53kg。 2番デザイアーフェーム、父はラブリーデイ、 500kg ちょうど、田中勝春 56kg。 3番シルバージュエリー、父はシルバーステート、 452kg、 杉原誠 54kg。 4番クーラント、父はドリームジャーニー、 418kg、 勝浦正樹 54kg。 5番ラブウェイ、父はジャスタウェイ、 434kg、 柴田大地 54kg。 6番ノーサンブリア、父はリオンディーズ、 422kg、 石橋周 54kg。 7番ボールズピラミッド、父はイセラボニータ、 466kg、三浦厚生 56kg。 8番ひまわり娘、父はディスクリートキャット、 418kg、 増岡雅美 54kg。 9番エルフィンドール、父は大和メジャー、 456kg、 的場隼人 54kg。 10番オータムエッジ、父はアグニシャイン、 468kg、 原田一馬 56kg。11番アシャカタカ、父はファインニードル、 472kg、 横山武56kg。 12番ゼファーラーテル、父はルーラーシップ、 448kg、 北村博士 56kg。 13番サラーデール、父はロードカナロワ、 462kg、 田辺博信 54kg。 14番リンポポバリー、父は山勝エース、424kg、 武藤みやび 54kg。 15番コロラドデソーロ、父はブラックタイドです、 452kg、 小畑拓也 54kg。 16番ウィンレイヤー、父はシルバーステート、 450kg、 津村明秀 54kg の騎乗です。それから1番リーリオブランコ、父はリアルスティール、 430kg、 秋山敏樹 53kg の騎乗です。中山第5レース、今日2つ目の新馬戦、芝の 1600m、 16頭立て、発走までお待ちください。中山競馬場第5レース、メイクデビュー中山、3歳新馬、芝の外回り 1600m、 メンバーは16頭です。芝ダートともに寮のコンディション、朝からいいお天気の中山競馬場、午前中はところどころ雲が見られたんですが、現在は青空いっぱいとなっています。さあ1コーナー奥ポケット地点、今日2戦目の新馬となります。10番オータムエッジが入って、14番リンポポバリー、これが入ると最後の1頭、16番ウィンレイヤー、ゆっくりと引かれて今ゲートの中へ収まってゲート入り完了。スタートしました。少しバラッとしたスタート、まずは内枠各馬出ていきますが、11番アシャカタカ前に並んでいって、3番シルバージュエリー、さらに1番リーリオブランコ、前3頭固まって第2コーナーカーブ、16番ウィンレイヤー単独3番手に浮上、向こう上面です。前から5頭目、4番クーラントが行って、その外並んで7番ボールズピラミッド、あとは3馬身離れて外を通って8番ひまわり娘、上がっていって2馬身離れて5番ラブウェイ、1馬身半後方に9番エルフィンドールです。その後ろ固まって15番コロラドデソーロ、外は14番のリンポポバリー、 1000m を通過、その後ろに
並びかける13番サラーデール、あとは2馬身離れて6番のノーサンブリアです。3コーナーを回って12番ゼファーラーテル、あとは4馬身後ろ最後方に2番デザイアーフェームです。3コーナーから4コーナー短期先頭は3番シルバージュエリー、リードは4馬身ほど、 3,4 コーナー中間です。残り600の標識を今通過、 1000m59 秒ぐらいです。2番手は11番のアシャカタカ、3番手は16番ウィンレイヤー、 3,4 コーナー中間、前から4投目1番リーディオブランコ、これから4コーナーへと向かっていきます。残り 400m、 先頭3番シルバージュエリー、リードは1馬身ほど、差を詰めていった11番アシャカタカ2番手、第4コーナーから直線に向いています。あとは2馬身離れて16番ウィンレイヤーと並んでいく1番リーディオブランコ、200を切って突き放した3番シルバージュエリー、4馬身のリード、2番手は11番アシャカタカ頑張っていますが、差を詰めて1番リーディオブランコ、3番手から2番手に上がってきた、先頭3番シルバージュエリー合輪、2着は1番リーディオブランコ、3着にも16番ウィンレイヤーが最後上がっています。タイムは1分35秒5、デビュー勝ち3番シルバージュエリー、シルバーステートの3区安城杉原誠騎手快勝です。3番シルバージュエリーゴール前振り切っています。2着1番リーディオブランコ、3着は16番ウィンレイヤーと追い上げた2頭が2、3着。タイムは1分35秒5、上がりタイムゴールまでの 800m は47秒8、 600m は35秒6です。最後は抑える余裕、3番シルバージュエリー、スタートを決めて先手を奪って道中はやや突き放す逃げ、ゴール前もスピード衰えず快勝です。2着1番リーディオブランコ、3着16番ウィンレイヤー、4着は11番のアシャカタカの順番です。さらには4番クーランと6番ノーサンブリアと続いています。中山第5レース、3番シルバージュエリー鮮やかな逃げ切り勝ち、デビュー勝ち、1着3番シルバージュエリー、2着1番リーディオブランコ、3着は16番ウィンレイヤー、4着は11番アシャカタカ、5着4番のクーランとの順番です。第5レース確定までお待ちください。最後まで残しました3番のシルバージュエリー杉原誠騎手とのコンビでした。3番1番16番最終オーズです。4番人気、7番人気、5番人気の順です。単勝3番 7.1 倍、枠連12 20.4 倍、馬連1番3番 66.7 倍、馬単3番1番 122.3 倍、三連複1番3番16番 157.8 倍、三連単3番1番16番 832.0 倍です。むしろ最後は後続を突き放しての快勝でしたね。シルバージュエリーが勝った中山5レース確定までお待ちください。